はい、皆さんおはようございます&こんにちは。こんにちは。はい、今回も始まりました、まちかわラジオ。しかも今日100回記念おめでとうございます。ありがとうございます。よく頑張りましたね、100回やってても、もうこんなことやめろっていう話がとりあえず来なくて猿いつまでもうるせえよ猿が喜んでますね。ねえ、またいじるとうるさくなる本日ですね、5月10日土曜日、はい、外は快晴、はい、だけどすんごい風が強い飛ばされそうになりました、ね、飛ばされそうになる。向かい風で遅刻するかと思って歩けねえかと思ってそんなことはない。さあ本日この放送をお届けいたしますのはもじゃもじゃ羽鳥、劇団野心ゆっきーでーす。はーい、ね、今日もお届けしたいと思います。この番組はですね、川口元郷にあります見た目用品店、ありがとうございます、しんちゃんとこですね、はい、これから夏服の販売に入るそうです、はい、忙しそうだ、はい、まあそんな中で始まりましたチカラジオ、はい、本日はですね、多数のゲスト、そうですね、たくさん控えております、はい、感じで行ってみたいと思います、はい、まあ本日5月10日ゴールデンウィーク終わっちゃいました。終わっちゃいましたね。あっという間でしたね。ユッキーどこ行った？僕は地元に帰りました。ユッキー地元はどこだっけ？静岡県。そうだよ、静岡県。はい、もう浜松というところです。いいな、いいとこだよ。非常にいいところですね。うなぎ食べてきました。うなぎ、うなぎこれだけが目的で帰りました。すごいね、浜松行ってやっぱうなぎ食うんだ、はい、うなぎ食べますね。しかもあの、うん、去年と違って、うん、今年はちょっと値段が落ち着いてるので。あ、そっかそっか、はい、去年なんか暴騰してたよね。そうなんです、すごい高くて、うん、去年食べれなかったんで、私も絶対食べようと行こうと、もう帰って即うなぎを食べに行きました。浜松でなんかおすすめの店はあるんですか？ね、地元っていうか本当に地元の人しか知らないお店があるんですけど、うんうん、でもそこのお店の店主さんはすごいなんか、うん、あのこの間、うん、安倍首相とオバマさんが食べたお寿司屋さんあるじゃないですか、うんうん、あそこの店主さんと知り合いらしくて、じゃあ結構いい年だ。結構いい年ですそうだよね。でもそこのうなぎは本当にすごい美味しくて、いつも満席なんですよ。すごい田舎にあるんですけど。そうなんだ、山の上みたいな天竜川登ってたからね。お店は天竜川見ながら食べれるっていう。あ、そうなの、はい、あ、それは素敵だね。すごい素敵なお店です。いや、もうそのお店に行くためだけにみんながその店がいっぱいになるない行くんだ周り誰も何もない何もないだからそこ自分のところで育ったりしてるの、うなぎを。浜名湖が近いんで、浜名湖から取ってきたものをすぐ、うん、そこでうなぎがもう水槽の中で泳いでるんですよ。ほー、うなぎの池作りかば焼き。もうかば焼き、白焼き、白焼き、ね、白焼きが美味しいんだ。塩わさびでね、はい、まあいい、ダメだ、何でもあります。いいね、すごく美味しいです。行ってみたいです、はい、おいくらぐらい？ちょっとお高め、ちょっと。じゃあ酒飲まないで5000ぐらい酒、あ、でもそんな行かないと思います。そんな行かない、はい、お酒飲んで5、6000ぐらい。俺だと7000、8000だそうですね、1人1万円ぐらいは持ってた方がいいかもしれないです。飲み代のが高くなっちゃう調子こいてます。はい、はい、そんな私、はい、ですね、7日か、はい、何しろゴールデンウィーク終わってから仙台行ってきました、はい、目的はですね、当然飲み食いお寿司ですかだけじゃないんですけど、ね、まあお寿司行きました。 3回行きました。で、牛タン屋2回、はい、2日間ですよ、ね、2日間、1泊2日で、1泊2日ですよね。1泊2日で、もう5軒ぐらい行ってませんか。まあしょうがない、それぐらいは当たり前あと女川ってところまでちょっと足を伸ばして行ってきまして、はい、なんだっけな、スパニッシュタイルみたいな工房がありまして、はい、希望の鐘商店街というところも行ってきました。でそこの中にあるんですけどね、はい、ああまだこうなんだとか思いながら被災されてね、はい、まあそんなところにも行ってきた。で仙台に行ってきたのはですね、まあ第3回カーブスペースに向かってるこの番組、はい、キポランがちょっと邪魔して、ね、しょうがないまあそれのですね、はい、その我々やる川口フェスっていうのは、まあ俺だけの話だけどね、はい、仙台のストリートジャズフェスティバル JSF、うん、というのを見習ってというか、あんな風になりたいなと思って頑張ってきたんですけど、そこの事務所事務局っていうのがあるんですけど、そこに突入してきました、はい、アポパクらしてくれと。アポなし、え、アポはしよ、あ、よかった、アポをして、でもレイちゃん遅れてきたからまあいいかみたいな、そしたらまあ
最初のうちはこう手よく断られそうな感じ、はい、この資料どうぞよく断られそうだったんだけど、あの思いの丈を話したら、はい、もう心よくね、いろんな話をしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そこでもちゃんとあのパクりますって言ってきました。もうはっきり言ってきたんです、うん、学ばしてくれと日本語で正しく言うとね、学ばしてくれとでもパクりますって言ってマージュとかインスパイアいくらでも言葉があるんですからね、まあ、インスパイアですね、はい、そんな感じで、でどうやってやったんですかみたいな、こうね、はい、最初のうちはこうだったんだけどみたいなね、でこういう人が始めてとかって、はい、そのヒストリーなんかを聞きながらね、まあよく見てみるといろんなところに書いてあるんですけどでまあその実体験としてこう大変なこととか、はい、その実行委員会の運営の仕方だとか、はい、まあ、そんなことを伺ってきました。まあ、それもですね、川口フェス今回やっております、はい、川口商工会議所青年部、はい、あの地域活性化の委員長であります柴田蓮、はい、そのうち出ると思いますけどね。あ、本当ですか、楽しみですね。そのうち来ると思う。でも話はつまんないですよそういうこと言っちゃいけません。本人の前でも同じこと言うそんな感じで仙台の方に、はい、行ってきました、はい、でやっぱりこうステージがない仙台、うん、そのメインステージがあるところとか、まあ、紹介しながらね、はい、まあこれだったらキポラ広いと別にそんなに大きく負けてるわけじゃねえなと、うん、キポラ広場広いですもんね、もうそこそこあるんでね、はい、まあそんなところでやります、はい、9月の14日、はい、第3回川口フェスティバルね、はい、頑張っていきたいと思いますんで、そしたら仙台の方はやる日が同じなのにもう受付締め切りだって。早いです ねやっぱ1年かけてやってるとか違うなと思って。すごいですね、出演番のも多いしね。なるほど、全然多いすごいな。でもまだ4ヶ月も前ですよ、まだまだそれぐらいから意識ある人じゃないと無理だ、無理ちゃんと練習しないと人前でやるときには、うん、まあそんなことがありました。はい、はい、続いてですね、はい、昨日うっかり夕方に JCN 見てた人いないよ。いや、いる、あ、いますよ、います、います、見た見た、マジでうん、そうすごいな、この確率すごい、いるんですよ、やっぱりすごい 1,2,3,4,5,6 6分の1。いや、これはすごい視聴率だね 10% 超えてます、うん、どう考えてもこの3人は映らないところにいるもんね間違いない、うん、ね、JCN 埼玉っていうのかな、川口っていうのが、はい、それに出演いたしました。いや、すごいですね、出演したのがですね、後でご紹介いたしますって多分一緒に紹介したんだろうけど5月の27日の日曜日ですね、はい、並木でふれあい祭り、あ、ふれあい祭り in 並木、はい、ここには書いてないのか、ね、というのが行われます、はい、いわゆるうちの町の商店街ですね、それの宣伝をしてくれないか、まあ、宣伝、いかがですかっていう感じで、はい、大焦りで電話が来たそうですだ当日ブチされたらしくて、その取材しようと思ったところがねそういうことも言っちゃいけません。大丈夫大丈夫、舞台裏みたいなところ、うん、もう生放送に流れちゃったから大丈夫もう言っちゃったもんはしょうがないですね、うん、でもまあそれはうちらにとってチャンスだからそうです、そうです、うん、チャンスを掴んだんですから辻さんから電話かってきて、おい今日空いてっかって、あ、なになになにみたいな、あ、JCN と打ち合わせだからさ、打ち合わせがあってうにゃうにゃうにゃつって、あ、JCN と打ち合わせなんだと思ってた打ち合わせのつもりで行って、そう、打ち合わせのつもりで行っておこれ切ろうよって発表出されてはぁみたいな俺とあのね、お茶屋さんのユッキーと3人で出たんだけどなんじゃそれみたいな、でユッキーも全然分かんなくてどうすんですかねみたいなそれそうなりますよね、そうそうそう、だからユッキーのうちの前でその放送撮ってみたいなとかすごい、せっかく今日明日昨日今日で新茶が売り出すのかな、ユッキーのところは。あ、そうなんですか、うん、それこそ掛川ですよ。あ、掛川のお茶。あ、それはもうぜひこう、ね、たくさん宣伝してほしいですね。ね、本当だ、まだ飲んでないんだけど。本当ですか、美味しいですから、うん、ぜひ飲んで。だろうな、うまいだろうな。まあお茶の話に移ってしまいました。まあそんな JCN がポコポコってきました。JCN の人が来て、はい、何時だっけな、5時に打ち合わせがあるって言ったのかな。はい、で、ユッキーとかテケテケって言って、はい、これ今セッティングしますから、ちょっとざっとごめんなさい、なんかすごい焦ってる。セッティングってなんだこれ打ち合わせだって話だって打ち合わせにセッティングなんて必要なのか、あ、なんかいいテーブルとか持ってきてそこで話し合いでもするのかなと思ってさすが JCN、 どう考えてもこれ放送機器だなみたいなのが置いてあるわ
あれだ、今日 あの生出演の件なんですって言って、何それ何それ何ばっかやろ、俺化粧してねえよとかでまあこんな題材でこうでこうでこうで、はい、すごいですね JCA のね、あのアナウンサーの、まあはい、アナウンサーとかこう聞き手の女の子がいるんですけど、はい、ほぼすっぴんだもんな。あ、そうなんですか。ビビるねその人は映るんですか、画面映ってる。あ、え、ドスッピンで、うん、多分すごいっすね。俺映った状態見てないけど、はい、多分そうだと思う。はー、うん、さすが JCN ね、すごい。まあちゃんと綺麗なお姉さんなんで、まあ、はい、まあいいかなと思ってるんだけど、まあそんな中で、はい、どんなこと喋ったのよく覚えてないみたいな覚えてないですか別にうちの会長がみんな喋ってるから大丈夫ね、そんな感じでJCN 見た方は1人、すごいなあれと驚きますよね、うん、見たことはある確かに、ね、だんだん有名になってきましたでも俺の名前を知ってる人はほぼ 20% 以下もじゃとかもじゃもじゃとかいいね、それでそれでいいです、すいいですよ。あとで言うとかなんて名前覚えなくても全然問題ないです全く問題ないね、そんな感じ、はい、でまあ並木のお祭りが5月28日にあるという話ですね、はい、今回、特急ジャーが来ますので、今回は特急ジャー今流行りの戦隊ものですよね、うん、すごい。で特急ジャーの音うるさいな、はい、あれな、あ、そうなんですか。あの皆さんこんにちは、まあ、今日休みのエミリーとね、はい、一緒にこう街に流す宣伝のプロモーション、はい、テープじゃないけどみたいなのを作ったんですが、はい、そこのバックに毎年毎年その後ろでこう今回来るその戦隊ものの主題歌を流すんだけど、はいはい、今年のは無理だなとそんなにですか、うん、あのうるさすぎてこうなんていうの、音圧がずっとなのよ、波形見てもそうなんだけど、でこれこうフェーダーでいじって音を下げてもなんか邪魔だなって今年初めてカラオケのバージョンを使いました曲だけならなんとか、そうそう、曲とゴー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 ぐらいだったらなんとかなるなみたいなそれだけ、あれなんか一回やるたびにだいたい曲覚えちゃいますわかりやすいですね、うん、すんげえアナログなことやって録音してるんだよ ね一個機械があればなんか簡単にできるんだけどね、その機械が買えない、うん、高いですかね、うん、それより先に家賃と切実じゃないですか、はい、切実です、はい、切実なこんな私今日この頃、まあ、5月28日お楽しみにしていただきたいなと思っております。はい、それでは街の話題コーナー、はい、まずはですね、はい、先日っていうかもうだいぶ前ですけど、だいぶ前って言っても1年経ってないんだよね、はい、ね、国ちゃんファーム、はいはい、シーズンラストのためさらに値下げ、おお、いいね、大人1000円になっちゃいましたすっごい安くなりましたね、うん、でもすごい探さないといちごが見つからないとかそういう状況なのかな、そんなそれいっぱいありますから、栗ちゃんファームはそれいちご狩りができますいちご狩りに行って、うん、なかったら悲しいですからね、うん、しょうがねえだ1000円なんだからって言われて、うん、いや美味しいよ、積み立て、いわゆるこう今生きてたやつを死んだことが気づかないと食っちゃうんだから、あすごいですよね、そういう新鮮な、やめてください、なんならそのまま食ってもいい確かに、なんだっけ、練乳つけ放題とか、はい、いいですよね、それ別にそれ嬉しくないんだけど人によってはすっごい嬉しい、そうすごい、練乳好きが多いですから、だから練乳飲むやつとかいるらしい、いますね、信じられないですけど、まあいいや、ほっとけまあそんな国ちゃんファームですね、はい、シーズンラスト前のためさらに値下げ、はい、普段はですね、大人1800円だったのが、はい、なんと1000円、1000円ほぼ半額ですよ、全てが 8% 上がってるこの世の中です思い切ったことしましたね、また何パーセント引き、 45% とか、まあそんな、うん、そんな感じなんでしょう、で子供1500円だったものがなんと700円、これ半額以下ですからね、そうだよね、すごいよね、半額以下にあげた、 50% 超えました、はい、で幼児、何歳からは大体考えてください、はい、1000円が300円になりました、なんと7割引きでございます、すごいね、ぜひ行っていただきたいなと思います、はい、第二産業道路鳩ヶ谷元市役所、
はい、あそこの隣の道です、隣、鳩ヶ谷の上の方に向かう道が、はい、と交差している第二産業道路、はいはい、あそこをずっとまっすぐ行っていただいて左手にガストが見えてきた、はい、でガストの方とこうガストがこう角になってて、はい、これをこう行く道がある、こっちが第二産業、はい、でそこのガストを左、はい、そこにテンポスっていう大きなこうなんかお店のものを売ってる会社があるんですけど、はい、それを左斜めに入ってもらうんです、左斜めずーっと、そうすると左側に飯田百コモディ飯田が見えます、はい、コモディ飯田、あ、コモディ飯田だ、はい、コモディ飯田が終わったところに押しボタン信号があります、はい、でコモディ飯田が終わったなと思って押しボタン信号、あーここだと思ったところ一気に左です、はい、一気です、はい、歩行者に注意してください、ぐっと左にだから信号を見落とすようじゃ運転者として失格ですでしょ、信号は見落としちゃいけないんです、信号は見落とさないかもしれないですけど、はい、押しボタンの装置は見落とせるそうだね、まあ飯田が終わったすぐの信号ですね、押しボタン信号で、それを左に、はい、でどん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 行っていただくとそのうち見えてきます、300メートルくらいかな、まあいわゆる細い道行ってね、はい、左側にクリちゃんファームっていうのが見えていますんで、はいはい、そこに行っていただきたい、はい、新鮮な野菜なんかも売っておりますんで、今晩のおかずにいかがかな、はい、いいです ね, ね、ネギがうまかった、うん、この前は小松菜売ってて、まあ、買いそびれたんだけど、まあそんなのなぜそびれたかっていうと、まだ買ってる最中で並んでなかったすごいリアルな話だよねうん、まあそんな感じ、はい、ね、川口にもね立派な農家がたくさんある、はい、そんなお知らせでした、はいはい、続きましてですね、はい、ちょっと順番変わりますが、女子プロ野球って皆さんご存知でしょうか、女子プロ野球、そう、女子のプロ野球、へ、ね、全然盛り上がってませんけどあるんだっていう、あるんだみたいな感じ、ソフトボールだったらまだすごいね、ソフトの方が盛り上がるんじゃねえと思って、まあいいや、それがですね、ここのそば、すぐそばです、はい、川口市営球場でもう行われました、あ、もう終わったんですか、まあ終わってない、まだやる、まだやる、昨日今日が、あ、そうなんです、始まりみたいですね、おー、それで5月9日金曜日、昨日ですね、はい、あと今日、はい、18時30分から、うん、夜っていうか夕方の6時半からナイターです、おー、で川口市営球場でやります、女子プロ野球リーグ2014ビクトリアシリーズ東地区前期試合日程の中に組み込まれているものです、はい、レイヤというチームとアストライヤというチームです、はい、他にチームがあったかどうか知りません、はい、でもこの前うちの近くの飯田でなんか宣伝してました、レイヤちゃんアストライヤちゃん2人来てて、あ、そうなんですか、うん、これどっちもあの埼玉の中のチームなんですかね、みたいですね、うん、よくわかりません、よくわかりませんが、うん、川口市いわゆる明日の試合ですね、はい、それと、今度は30、31の金土で行われます、はい、どっちもそうだと思うんですが、大人1000円のチケットが500円、川口市在住在学在勤の方、はい、うん、それからね、このチラシを持ってくとなんかここでグッズがもらえるそうです、はい、お、いいです、はい、うちに来ていただければチラシありますうちに来る頃には試合終わっちゃってまあまあそんなこともあり、で、あのこの近所ですね、いろいろ旗が立ってたりしますんで、はい、ぜひ盛り上げていきたいなと、うん、でも今日はいけません、ドーヤバーズの練習があるんでいけません、あ、そうでしょう、あ、このチラシ持参は5月の9日10日だけでした、あら、はい、この半券ですね今日が最後の、今日最後で、イベントが、試合中にありまして、はい、3回裏にはピックアップ選手によるクイズ大会クイズ大会、うん、何聞いても分かんないからいいよねまあそんなクイズ大会があって、はい、素敵な商品をゲットしようみたいな、はい、あと5回裏にはですね、つなげキャッチボール9人1組で来てくださいなかなかハードル高いですね、ハードル高いよその場で9人組んじゃない、組むしかないですね、まあないね、ないね9人1組で制限時間2分で何回キャッチボールができるかキャッチボールの数を競うんですか、そう、ラリーの数みたいな、ラリーの数、
まいこと言うね。円になって横にこうやってポイ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 。ちょっとそれいい案だな。勝ちたいのかキャッチボールしたいのか物が欲しいのか。なんかいろいろ心の中を探られるゲームだと思います。まず9人友達がいるかと思って。いろいろハードル高い。ぼっちの人は無理ですね。そうですね。ですね。一人で見に来た人は悲しいけど、うん。あと試合終了後お見送りとかね。当日ピックアップ選手が皆様を見送りますとか。AAO カード交換会。AAO カードお持ちの方。誰が持ってるんですか。あ、来場者プレゼントで AAO カードもらえる。なるほど。すごいね。これプロ野球カードみたいなやつ。はあ、うん。AAO カードには選手の直筆サインが入っているかもしれない。かもしれない。直筆なんだかコピーなんだかあのパクリなんだか模写なんだかいろいろ300名様分ぐらい書いていいんじゃないかなって頑張れよね、ちょっとぐらいね。そ、まあそんな感じ で練習が忙しかったのかな。そう、日本女子プロ野球があります。はい、はい、知りませんでした。はい、はい、今女子こうスポーツっていうのが流行ってますから。女子サッカーといい、うん、でもね、お問い合わせが女子サッカーしか思い浮かんない。048833だから、はい、浦和かなってことは埼玉かなみたいな感じですね。そうですね。別のところに行きますと県営大宮球場でやったりもします。ほう。我々並木商店街としても応援しております。うん、なぜならばこれがですね、満単位の人が来るようになる。ほう。もし、はい、ね、1回の試合ごとに、うん、となったら並木商店街通るの、駅から歩いて相当な経済効果が見込めます、うん、ということで応援したいな。それすごい裏の野球場近道、野球場近道ですよね。思惑の話ですよ、ね、いいです、いいです。こういうことでもないと街は盛り上がります。そうですね。ぜひ皆さんにはこの女子プロ野球見に来ていただいて、いただきたい、並木商店街歩いてもらう。そう、9人で、できれば9人、9人1組でお店に入っていただくと、ね、そんな感じで盛り上げていきたいな。そんなふうに思っております。はい、女子プロ野球頑張れください、頑張ってください。はい、それではですね、はい、そろそろゲストコーナー第1弾、はい、第1弾ということでね、はい、ユッキーのお友達が来てくれました。はい、このお友達、ね、大きなお友達が、劇団野心で、はい、さあ、じゃあ、ユッキーとお任せして。そうですね、はい、僕に、放送禁止用語以外のことで盛り上がっていただきたい、はい、そんな風に、はい、お任せください。じゃあ劇団野心の皆さんでーす、はい、では、はい、お入りください、劇団野心の一回出ちゃう。だ、誰が真ん中座んの？それはあなたじゃない。俺なの？いや、俺この位置だから。メイン。じゃあ、ブスさん、ブスさん。あ、ブスさん。あ、団長がね。顔がない。はい。はい。では、改めまして、ね。ほら、一回下がる。はい。はいはいはい。じゃあ、ここからはブスさん、団長ですから。はい。進めていただいてもよろしいですか。あれさっき、まあ、はい、ではね、改めまして、西川ちゃん、西川ちゃん、なかなか進められないな。改めまして、劇団野心でございます。はい、劇団野心です。よろしくお願いします。まあ、物産はね、3回目ぐらい、3回目です。劇団野心優勝は初めての男前です。うちの男だ、熱血担当のね、熱血担当のメンツでございますけれども、さあ、本来だったら、はい、このコーナー使って、はい、いつも朗読をね、はい、させていただいてるんですけども、はい、まあ今日3人来ちゃうぞと、うん、でこの3人来たら、うん、朗読するよりトークする方がいいでしょうみたいな、うん、まあまあ、まあ、うん、おお、そういうことなんだね。そうそう、朗読ってなったら時間になってる可能性が、ね、まあ、非常に高い。僕的には100回記念に今までやってきた朗読をせずっていうのはちょっと、うん、そうだ、せっかく100回記念で朗読、まあ、確かにどうしようかなと思ったんですけど、集大成はないよみたいな、まさかの記念にトークで終わらせるっていうのを選択した僕を褒めてください。あ、素晴らしい。どっちスペシャル、どっちスペシャル考えたね、喋れないということで、うん、その分、はい、のトークをね、はい、盛り上げていこうじゃないかと、なるほど、思うわけなんですけれども、ね、なんで僕が進行役なんですかっていう、まずこの話ですよ、ね、我らが団長の物産がね、うん、お、頑張ってもらわないと、紹介しかしてないから、ね、まさかの俺に進行役を任せようという、はい、そうでございますけれども、ね、おそらく物産には無理でしょうと。そうですね、厳しいでしょう。進行役は難しいでしょう。我らが団長はちょっと不器用なものですから、進行はね、難しいと思いますよ。ハードルが高いと、うん、いうことで、まあ、僕の方がちょっと進めさせていただこうかと。なかなか思い思いに喋ってる。そうなんです、うん、これが劇団野心でございま
います。非常にひどい。さて、そんな劇団野心からですね、はい、まあ、なんでこうね、わざわざここに来たかと言いますと、うんうん、まあ、告知があるわけですね、今回は。そうですね。珍しく。宣伝がね。珍しく告知がありまして。宣伝のためだけに来たみたいになってるけど。そうなんですよ。その番宣をまず先にね。あ、そう、忘れちゃうから、ね、忘れないうちにちょっと番宣を、ね、ぶっさが大事そうに抱えてるから、はい、もう先にカンペをですね、逆に言うわけですから。カンペ言うな、じゃあ。例しか見ない。じゃあ、ぶっさんの方から。はい。舞台の情報、ね、そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、こんな感じですね。いや、わかんないから。あ、じゃあ、あ、もういいや、俺がやればよかった。喋る担当しかないから、俺がやればよかった。はい、来たるですね、6月の21日土曜日、新宿サクトっていうところのライブハウスです。ライブハウスで、僕たち劇団野心の中から、まあ、団長の川淵、で僕有志、あと、えなきさんね、はい、名前間違えたね、えなき泉さんの3名でですね、はい、こちらのヒーローは誰だという公演をやっちゃいます。はい、さっきね、ちょっとアクションヒーローものとかいう話があったんですけど、はいはい、最近のブームにの、ね、乗っかっちゃう感じで、はいはい、まあ、乗っかっちゃうかどうかは書いてあげなきゃ怒られちゃうかもしれないなと思いましたけど、乗っかったわけじゃないかもしれないけど、はい、ヒーローものをやります。はい、はいはい、まあ、ライブハウスということなんでね、はい、劇場とはちょっと違った、そうですね、またちょっと違った、ね、音響もね、スピーカーがっつり来てるし、まあ、自分たちも生の演技を見せたいと思ってますので、はい、時間が19時から始まりますので、はい、どうぞ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、これね、面白そうなんですよ。はい、劇団野心だけじゃないんですよね、出るのはね。あ、そうです、そうですね。そのいろんな方々が劇団、その演劇だけじゃなくて、うん、演劇、音楽、うん、まあ、お笑い、お笑い、痴漢、痴漢、ね、アイドルじゃないの、うん、そう、アイドル、アイドル、アイドルらしい、うん、なんだっけ、シャバ、あ、それはホームページ見ていただくと、劇団野心ホームページに、はい、細かに、記載されてますので、はい、ぜひ劇団野心ホームページを検索していただければ、はい、ちなみにこれはどういった話なんですか。ほんまさっき聞いてなくても、いや、もう一回、もう一回、そうですね、はいはいはい、もっと具体的なところをね、はい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 、どんな話なんだろうって、うん、さっきから喋ってないから、まあ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 、まあ、ブッサンに任せようかな。そうですね、はい、なんか今、まあね、現在進行中で脚本を書いてらっしゃるらしいんですけども、はい、まあね、ちょっとぐーたらな生活をしてる、まあ、大学生の2人の男の子がいるんですけども、はいはい、大学生の2人の男の子 ね、 そ、 の子ね、はい、その男の子の日常がいきなり現れる天使みたいな人によって変わってしまうという、はい、お前らがヒーローになってほしいというふうに言われるっていうものなんですけども、まあ、最初は嫌がるんですけども、うん、まあね、ちょっとずつそのヒーローの力的なものにこう感化された僕たちは、まあ、ヒーローをやってもいいかな的な風になっていくっていうお話なんですけども、はい、まあ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 、こんな感じがあらすじでございます。想像以上に下手くそでした、まあ、あ、そうですか。まあ、でも説明が、まあ、ぶっさんだったらこんな感じじゃないですか。おー、すげえ頑張ってるな。心の中で頑張れ。いや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 、ちょっと、もうちょっとだみたいな。質問してよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。藤子不二雄の、はい、なんとかマンみたいな、ハーマン、ハーマンみたいな感じなんですかね。あ、近いものはあるかもしれません。大筋か、うん、とかオマージュとか。今言うなら今ですよ。あ、パクらせていただきました。パクリではありません。オリジナルの脚本ですね。はい、そこまでか、うん、そうそうそう、はい、いきなり強くなっちゃうらしいです。そうですね、はい、まだ脚本がですね、どれぐらい完成してるか私たちも知りません。知りません。さらにもう一つ質問なんですけど、6月の21日公演で今脚本書いてるっていいんでしょうか。それね、そう、僕もなんでそれをね、はい、言ったんだろうって。もうもう、うん、まあでも大丈夫なんですよ、まあ、口がね。あ、大丈夫ですよ。ええ、大丈夫です。劇団野心はいつもそうです。そうなんです、ええ、はい、大丈夫です。そうなんです。じゃあ、ギリギリまで脚本を練る。そうそうそう、そうですね。そこなんですね。締め日が、5月の20日ぐらいで、ね、言い訳にしてこれはね、あ、もう、あれほどやめとこう。これだけで、うん、来る前にそれはね、うん、多分言わない方がいいぞっていうことをね、念を押しといたんですよ。朝電車の中でね、まあまあ、来る時に、まあ、ね、はいはい、脚本書いてる途中とかは、うん、不安になっちゃうから、あ、そうでしたっけね、釘を刺したのに言っちゃうっていうね、うん、まあまあまあ、本番に弱いこの男が、ね、本当に本当にすぐテンパっちゃうからね。まあでも、ぶっさん頑張ったよ。ありがとうございます、うん。でもね、気持ち悪い顔が近づいた。すごい、これ、稽古はいつもやってますから。はい、できないシーンは。そうですね、大丈夫です、大丈夫です。きっと面白いものをね、まあまあ、お届けできると思います。はい、面白い作品になりますんで、うん、6月21日土曜日、はい、19時から新宿サクト、はい、よろしくお願いします。羽鳥さんがタバコから戻ってまいりました。いいよ、待ってます。風が強いんで入ってきただけ。
ゲスト組は全然気を使えないもので、はい、全然大丈夫、もうその、はい、そろそろ頃合いだなっていうのはもうユッキーに全部お任せしますんで、うん、じゃあまた全然大丈夫です、あ全然大丈夫ですか、わかりました、好きなだけ喋ってください、はい、って言うと喋らない、喋らないね、ああ、うん、そうなる、そうですね、まあまあ基本的にチーンってなる、チーンってね、はい、そうです、島にはマスコットキャラクターのヒゲ鼻毛を入れるっていう、鼻毛じゃないヒゲなんですこれは、はい、じゃあ劇団ヤシについて話をね、あ劇団ヤシについて話したいんですけど、僕ねよくね聞かれるのが普段どんな稽古してるのっていう、うん、はい、話をねよく聞かれるんですよ、はいはい、はい、でまあ僕はちょいちょい結構休みがちなところもあるんで来てないね、うん、やっぱこう毎日毎日こうね稽古されてるお二方から、うん、はい、どんな例えばこう役者目指してる人とかも、ね、いらっしゃるでしょうから、うん、はい、どんな稽古してんだろうなっていうのをちょっと知りたいなと思いまして、ありがとうございます、はい、ちょうどですね今劇団野心では、まあ、ちょうど今のタイミングなんですけど、はい、まあ、オープン稽古というのをやっております、ほう、はい、やってます、オープン稽古、オープン稽古、はい、まあ、何がオープンなのかっていうと、はい、まあ、門戸を開放してですね、まあ、いろんなフリーの役者さんとか劇団持ってなかったら普段どうやって稽古すんのみたいな人もいるので、まあ、自分たちの稽古をもうね、タイトルつけちゃって、はい、時間で割っちゃって、うん、でまあ、こういうことをやるので来てくださいねみたいなあ倒れちゃった、うん、まあ、そういうことをやっております、はい、まあ、具体的にどんなことをやりますかっていうと、うん、まず最初はやっぱストレッチを、うん、はいはい、まあ、基本ですよね、まあ、はいはい、体を温める、柔らかくするっていうのは基本ですから、柔らかくした後は引き締めるということで、はい、筋トレがありますね、はい、もちろんありますね、はい、筋トレで、はい、その後に、まあ、シアターゲームっていう、はい、まあ、ゲーム方式の、まあ、お芝居の能力を高めようっていうことをやりまして、はいはい、で、まあ、即興芝居ですね、はい、まあ、お題があって、はい、まあ、ここがどういうところがところですよとか、はい、まあ、この時間を決めてですね、はい、その間、まあ、自由に、はい、自分たちでお芝居を一つの作品を作ってください、うん、俗に言うエチュードという、そうそうそう、それですね、それですね、はい、まあ、笑福亭鶴瓶さんが、そうですね、テレビで辻なしっていうのをやってるんですけど、はいはいはい、あれを劇団野心風にリメイクしたものです、そうです、はい、で最後に、はい、台本稽古をやります、はい、まあ、そのモチーフは基本的には今まで劇団野心がやった公演の劇団の、脚本から、はい、そうですね、一部抜粋して、うん、でまあキャラクターを変えつつ、うん、はい、やっていきます、うん、そうですね、それこそ今ね、うん、前多分宣伝してくれただろう、はい、ハッピーゴースの台本使ってね、はいはい、もう すごく宣伝します、ありがとうございます、宣伝しました、ありがとうございます、はい、まあ、その方もね、はいはい、見てくれた方も来てくれたんでしょう多分、はい、うん、まあ、そんな脚本を使ったりとかして、ね、稽古をしております、はい、はいはい、っていう感じですかね、そうですね、はい、エチュードって意外と難しいんですよね、意外と難しい、人を芝居みたいな感じで思われますね、やればいいってもんじゃないですか、ね、そう、ただいればいいって、まあ、ただいるだけでも結構難しいんですけど、ちゃんとオチをつけなきゃいけな い、そうですね、気象転結がね、そう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 、ないといけない、気象転結が分かってないとエチュードっていうのはできないものですからね、そんな感じですね、なかなか難しいです、はいはい、それをいつもやっていると、いつもやっていると、まあ、大体10分ぐらいね、うん、そうですね、10分って意外と長いですからね、短いよ、そう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 ですね、演技ってなるとね、また時間がね長く感じるんですよ、そう、3分でもなく感じますから、そう、一人で喋るってなると1分ですら長いです、長い長い長い、長いですね、うん、すごい大変なんですよ、ぶっさん1分喋る、多分俺にはね、多分ね、おお、なんかすごい素早い素早い対応を、これは、はい、あれこれは何ですか、はい、川口のお隣の、はい、戸田市のご当地戦隊ドテレンジというのがありましてですね、はい、こちらで隊員を募集しているそうです、なるほど、おえ5人おじゃないけど、うん、5人組ですかこれは、これは5人いないとみたいな、いや、メインの方になるのか、それとも怪、はい、人の方になるのか、ちょっとああなるほど、でももう5人揃っちゃってるけど画像では怪人かな、ここにドって書いてあるけど、ドテレンジャー、ドテレンジャー、最強戦隊、あ最強っていうのは最強戦の最強ですよ、ああ最強戦隊、ドテレンジャー、あヒーローになりたい方はぜひ、ね、って、なんでこれを劇団野心が戦隊中入ってるこれ、あ俺らが中に入る、役作りに物産どう、うん、お俺はいえ目指せレッドみたいな、うん、あ俺は大丈夫だよ、あ本当、うん、じゃあ俺レッド目指そうかなおかしいだろなんでだまあいつもの雰囲気なんですけど、これがね劇団やしね、ミーティングもこんな雰囲気ですからね、僕はカレンダー登場拾っちゃいましたね、お前ブッサンが喋るとちょっとバカ凍りつくからちょっと考えずにエアーブレーカーだよ今作ったけどだドテレンジャーだからあれでしょ、この君もドテレンジャーの隊員にならないかと、はい、あ
すごい、なんかその悪役も隊員なのかっていうところなんですけど、そうですね、なんかコウモリのね、なんか兜みたいなのつけてる女の子もいるけど、おい、たくさんいます、SSD ブラックガール、うん、これのこれのボスになればいいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。これ、あれなの、男役っぽいもんね、ブスさんね、うん、顔が、うん、こんな爽やかなのに、ちょっと見せてあげて、結構爽やかです、ブスさん、はい、何でしょう、何でしょう、はい、ちょうどいいんじゃないの、え、何がですか、コントやお笑いを作ってみたい人募集してるから、あー、おーおー、じゃあもう、描くのに何なのその、じゃあもうって、やりたく、え、なりた、なりたくないの、いや、まあドテレンジャーに、おん、ドテレンジャーにはなりたいかな、あ、そうなの、なりたくない、おい、そこはさ、うちのハーフチェよろしくお願いします、だって別に俺友達関係ねえし、まあ全然なりたくないよね、せっかく出してもらったのに悪いんだけどって思ってたらユッキーがもう言っちゃったから、ラジオで嘘つくのダメだから、そうそうそう、このラジオ本音しか言わないから、本音、そうそうそう、もうね、さっきのサッカーの話もうね、本当に8割以上けなしてたのに応援してますって最後にもう羽鳥さんが言ったのにびっくりしたでしょ、野球ね、女子野球ね、あ、そういうの、ここはそういう雰囲気なのかと、嘘つかれ決して、そして大事、そう、本音を喋るラジオですから、そうそうそう、ね、本当に、だから僕はこれに握りつぶしてる場合じゃないよ本当に、うん、僕はこれには入らないよ、ああ、わかんない、劇団新からは、うん、もしかしたらね、団長ブスさんが入るかもしれな かもしれない、そう、それはわからない、そろそろ川口市のニュースの告知したいんですけどあ、すいません、はい、さあ、それではありがとうございました、はい、はい、ありがとうございました、わさわさと、じゃあ一旦入っていただいて、はい、そうですね、はい、失礼しました告知をしながら次のニュース、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい元気いっぱいです、ね、ドテレンジャーの話になっちゃいます、ね、最後関係なかったですかね、最後給料もらえんならやってもいいよねいくらもらえるんですかね、戸田市結構お金持ってるからね、あ、そうなんですか、ありません、ないんですね、ないんだじゃあやっぱり非公認グッズの方が金になるね、あ、なんだっけ、非公認なんだっけあのぴょんぴょん飛ぶやつ、フラッシーもうあれはもう公式になりましたから、あ、公式になったの、確かなりましたよね、なんか船橋市ともうほとんどリンクしてないでしょ、非公式のままなんですか、あ、そうなんですね、そう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 さあ、それでは、はい、劇団野心の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。後でね、またちょろっと出ていただいたり、いただかなかったり。それではじゃあ、キンキンのいろいろ、はい、キンキンやら、なんやら、そんな感じのご紹介したいと思います。はい。はい、まずですね、鳩ヶ谷寄せ。寄せですね。寄せですね。これ行った方がいいです。おはい、5月の23日金曜日。はい。協力チケット取り扱いは、YC 鳩ヶ谷。ね、荒、うん、いとこですね。はい、なぜ行った方がいいかというと、この歌之助師匠、よく知っております。平成の爆笑王と言われた、鳩ヶ谷に来ちゃうのっていうレベルですね。はだいたい一席50万ぐらい。そんなに、すごいです。すごい。よくうちにも飲みに来ていただきまして、鹿児島弁でやる落語。はい、出身が鹿児島なもんですからね。それでもう一世を風靡した歌之助師匠でございます。非常に面白いです。鳩ヶ谷のこんな市民センターレベルでやる人じゃないです。市民センターが悪いわけじゃないですけど決して喧嘩してるわけで、あれ、この市民センターって何人ぐらい入れるのこれ、そんなことないですね、6人ぐらい、200ぐらい入れるのかな、だったらぜひ行った方がいいです、すぐ満席になっちゃう、満席になっちゃう、あの読売ホールをいっぱいにする人ですんで、すごい、それすごいです、うん、そういうぐらいのレベル、はい、でこの前、まあ、何度かやったわらび市民会館600ぐらい入るのかな、はい、それもいわゆる、まあ、一人公演じゃないんですけど、はい、お弟子さん連れてきたりとかするんですが、はい、それでも軽くいっぱいにしてしまう、ですごい、いわゆる会館の外にチケット余ってたら譲ってくれませんかっていうの、悪くない人悪くない、本当に行きたい人がもう何人もいましたね、行った時に、それはすごいですね、そんなものがですね、鳩ヶ谷寄せ、はい、5月23日歌之助師匠より上の人を呼ぶのは大変だな、これ一回やっちゃうと、そうですよね、 あとはもう笑点出てるメンバーぐらいしかいないもん、この人の上っつったらもうぜひ行った方がお得です、はい、5月23日ですね、はい、チケット取扱いは YC 鳩ヶ谷、いわゆる読売新聞ですね、はい、そこの鳩ヶ谷です、048-281-2828、ニッパチニッパチ、そんなところで受け付けております、はい、木戸線はですね、前より2000円、電話予約かということで、当日は2200円になります、
多分当日券ないと思います、うん、安いですね、うん、ない、うん、だってなんちゃら寄せより安いんだもん絶対これ行きたいですよ、ね、一応 1,2,3,4,5,6 名出演していただきまして、はい、いわゆる前座さんから始まるという普通の寄せと同じ状況になっております、はい、ぜひ行ったお得です、いいな、俺も行きたいな、これは面白そうです ね、 面白いです、絶対面白い、寄せは今で聞いた方が絶対いいですからね、もう寄せにしてもね、演劇にしてもそうだよね、はい、演劇にしてもそうなんですよ、ありがとうございます、いやいやいや感動して DVD 目で買ってしまいました、ね、ありがとうございます必死今日だってみんな来た時、あ、ビデオの人だって言っちゃったDVD だからそれよりライブ見てんだろみたいなそうですまあそんな感じ、はい、さあ次、はい、川口西公園ですね、はい、川口駅の西口、広がっております公園、はい、そこに新たなガイドができました。この前お花ができたんだよね、はい、あ、うん、さあ続き でですね、彫刻ガイドってのができました。ほう、あ、これはまたあのこの間の花とはまた別の看板なんですか、うん、別みたい、裏側にあるわけじゃないよね、付け替えられました。え、あ、なくなっちゃった花がですか。なるほど、なんだよ、まあいいや、西公園にですね、西公園というか、はい、あのいろいろ彫刻があります。それを一つ一つ紹介したみたいな感じなんですが、はい、ですね、それが約じゃね、14個ありますね、たくさんありますね、ね、彫刻、リリアと西公園を計画した時には、はい、とても儲かっていました、うん、使い放題その後バブルが崩壊して、そういう裏の事情もいらないでもお金さえあれば芸術まで目を向けてくれるんです、うん、だから景気を良くしましょう。そうですねまあ、そんな感じ、まあ、いっぺん行ってみたらいかがかなみたいな、はい、そんな感じです、はい、それからおさむさんち、はい、おさむさんちってトラットリアおさむさんですね、トラットリアおさむさん、はい、写真で見るとこれなんだみたいな感じなんですけど、いちごにチョコがかかってます、スイーツですね。はあ、なるほど、それを今やっていると、はい、おさむさんは基本的にイタリアン、うんうんうん、味見のしすぎででかくなっちゃった川高の後輩ですんでね、ちょっとおしゃれな店に行きたいなみたいな感じの方はぜひ、調べて行ってみてもらいたいと思います。0363と書いておさむさんです、はい、はい、そんなこの前テスさんと行ってきました。はい、ね、行ってきました。ちょっと贅沢なランチ、ね、そうですね、ね、はい、行ってきました。美味しかったです、ぜひ行っていただきたいなと。おさむさん、はい、おさむさん、いいかなこんな感じで。おさむさんどうせ見てねえだろ、今忙しいんだろこの時間忙しい、この時間はしょうがないですね、野菜が美味しいです、はい、でいちごも美味しいです、はい、これ国ちゃんファームで取ってきたりなんかすると面白いよね、あ、いいですね、ネタとしてはね、うん、でもあそこは食べ放題なだけで持って帰るの別料金だから、あ、そうなんですか、うん、残念。それからですね、はい、ちょっと先になりますが、7月27日ですね、はい、まあ、暑い最中ですね、川口市青少年ボランティアスクールっていうところがやるのかな、はい、でやるのかな、みんなで作る元気の出る避難所、避難所やる、地元野菜祭り、売り切り次第終了、うん、エンジョイわっしょい工房前、一体どこだここで狙いとしては、はい、キュポランダーグリーンが出動する、来たぞ来たぞ、あれですか、すごい戦隊が多いんですね、はい、キュポランダーっていう戦隊がどうもできたらしい、みんな茶色なんですか、うん、でそれがグリーンだそれがグリーン、キュポランがグリーンなんか変だ、カビ生えてるみたいな苔生えてるからね日の爪芝児童センター1時頃からですね、若手の漫才ショーや楽しい音楽会、本人が言ってるですからきっと楽しいんですよねでそこにはまちづくりセンターキュポランダーって、これは5人いるんですかね、はい、なんか写真が出てるぞなんかキモそうだぞこれ、とんがってんぞただの戦隊ものだと思ったら大間違いですねこれは、戦隊もの失敗すると変態ものになっちゃうんですよね大変です、気をつけましょう、これちょっとスレスレな予感がしますね。スレスレ、でそこにキュポランダーグリーンだけ来るみんな忙しかった、忙しいんですね、忙しかった、忙しかった
世の中を守る、まあ、いろいろあの有給使ったりとかしないといけない人たちなんで、うん、ごめんその日さちょっとだって夏休みの一番最初の日曜日でしょみたいな感じなんだよね。ね、日曜日出ると代休取らないといけないからね。ああそういう人もいますね。町会子供みこしも出るよということでね、ちょっと先ですが7月27日日曜日、はい、ポランダを見に予定を開けなくていいや。それからアトム通貨、はい、アトム通貨ですね、はい、うちでもやってます。環境のためにいいことをするともらえるよみたいなね、環境共通通貨、環境共通通貨、うん、まあおだちんですね。おだちん、はい、まあ、金券です。1年間だけしか使えないんですが、はい、いわゆるもらった時から、2月ぐらいまでかな、はい、なんかそういう期間が裏に書いてあるとか、はい、まあ、表にもきっと書いてあると思います。10円、50円、100円があるのかな、はい、それぞれデザインが変わって毎年デザインが変わる。10馬力ですね。円って言っちゃいけないらしい。そういうのは、まあ、これがですね、うちの並木のお祭りでも、クリーン作戦っていうのがありまして、はい、そこにお手伝いしてくれた子供たちには、50馬力あげるよ、わーすごい、ありがとうの形としてっていう、こう、 うちのこう放送があるんだけど、はい、なんであそこだけハマっちゃうんだろうな。50馬力差し替えます、はい、5月28日ね、午後2時半からかな、はい、クリーン作戦やります、うん、はい、そんな感じです、はい、今日明日おぉキョポラ市場やります。俺も後で行ってきます。これは良さそうですね、うん、ただ今日は風がちょっと強いですか、ね、これだけ強いとね、はい、結構大変だと思う、うん、そういう物質っていうのね、明日はですね、はい、マグロの解体ショーやります。1時から直送ですよ。築地からマグロが、ね、なんか評判良かったんですかね。そりゃいいでしょ、これ絶対受けるもん。あ、うん、なんかずいぶんやってますね、マグロの解体ショー、ね、うん、でバンドも出ます。これまあいろいろテントがあって、そこで物産展とか、あとなんかソーセージ焼いたりとか、コーヒー売ったりとか、まあ、ビールもあるんでしょうかね、まあそんな感じで楽しくやってるようでございます。はい、はい、見る、買う、食べる、遊ぶね、入場料とか全然かかりません。で、あの川口駅降りたキポラ広場でやっておりますんで、はい、ぜひ立ち寄っていいなと思ったものがあったらね、そうですね、買い食いですね。買い食いパーティー。ね、買い食いパーティー、はい、バンドなんかも出ます。ラテン楽団が出たりですね。私よく知っております。ルアちゃんが出たり。キョポランも出ます。はい、と思います。嘘かもしれません。ね、今日明日、キョポラ昼、キョポラ市場開催されます。はい、ぜひ行ってください、はい、それから今度、6月1日。はい、ハンドメイドパーク。世界に一つだけの手作り雑貨に会いに行こうということですね、はい、主催がハンドメイドアートコレクションの委託販売のお店ハリーズ。すごいなんか発音がいい感じです。いや本当にそうでいいかわかんないから英語っぽくごまかしてみました。日にちがですね6月1日日曜日、はい、10時半から3時半まで、はい、15時30分ですね、うん、雨天は中止、川口駅東口から0分キポラ広場じゃないか、キポラ広場ですね。そういやいや、そこでなんかやるみたいですね。ほう、世界に一つだけの手作り雑貨に会いに行こう。雨降らなきゃいいですね、ちょうど梅雨の時期ですもんね、降らないことをやりますね、はい、この辺ってさ、降るかすげえ暑いかどっちかなんだよ。そうですね、雨天中止ということで、これ地図なんか書かなくたっていいじゃんね。ここら広場だけでいい。こっちはだってもう当たり前に地図書いてない。わかるでしょぐらい。わかるでしょぐらいでいいと思う。そういういい場所が街にはあります。はい、次、植木の町川口安行からスペースローズ新発売。スペースローズ。はい。ちっちゃいのかなこれ。はい。ミニバラですね。はい、宇宙空間で香りの実験に使われたバラと、うん。この春初めてスペースローズが発売されました。1998年日本人女性初の宇宙飛行士、はい、向井千秋さんが搭乗したスペースシャトルディスカバリーに積み込まれ、はい、向井さん自ら宇宙空間で香りの実験に使ったミニバラ、それの子孫ですということでね、すごいです、新発売されます、はい、
どこで売ってんのか。どこで安行、あの道の駅安行の向かいの、あそこなんつうんだ、安行植物取引所、1鉢2500円ということで売っております、うんうん、詳しくは行ってみてください。そうしますよ、うん、です、はい、こんな感じです。まあ出てると思います。まあちっちゃいスペースでも咲くバラみたいな感じだと思います。そんなです。そんな感じ。今年もやりますよ。一箱フル本一来ましたね。これね、うちのお祭りでもやりますけど、うちのは、はい、ふれあいフル本一です。こっちは本物。はい、第2回川口一箱フル本一ということで、5月の24日土曜日、11時から17時まで川口神社の境内で行われます。はい、はい、出展者申し込みもまだ受け付けてますよ。終わった。終わりました。終わりました。終わったんですね。残念。昨日でおしまい。昨日でおしまいですね。はい、はい、なるほど。一箱古本市とは事前に登録した出店者がみかん箱1箱ほどの本を持ち寄ることで誰でも気軽に店主になれる古本市、はい、2回目となる今年も川口の鎮守氏神である川口神社で開催いたします。木々がそびえる落ち着いた境内には約30組ほどのお店が並びます。古本との出会い古本を通した出会いをぜひ楽しんでくださいということで、はい、川口神社、こちらまで行ってみる、はい、もう出店はかなわないので、でも見に行くのも楽しいと思います、ね、そうだね、はい、うん、で、なんだよ、一箱フルーチ出したかったなっていう方、並木のお祭りでもやってます。こちらでもまだまだ募集してます。はい、一応我々登録料等々はかかりません、はい、うちらはね、うん、で、場所はちょっと外れますが、まあ、なんだ、販売遊び、お店屋さんごっこみたいな感じで頑張ってもらえたら、はい、はい、そんな風に思っております。はい、一箱フルーチね、24日、その次の日はうちの町の祭りです。こんな感じかな。はい、それではもう一人のゲストをお迎えしましょう。はい、どうぞ。さっきまで男だらけだったけどね。やっと女子が来ました。はい、西香ちゃんです。はい。すいませんね、いつもいつもあの西香ちゃんキモいキモいってばっかり。あなたのことではないです。あなたのことではないです。ね、この。この西香ちゃんですね。はい、あ、西香ちゃん、西香ちゃん。これ同じなの？同じだと思います。同じだね。いただいたんで、はい。あ、そう、同じです。西香ちゃん。ひげがねくせ。西香ちゃんはですね、はい、ブログ、うん、ブログを一生懸命頑張っていただいて、はい、まあ、なんとか、川口をよくしてくれよみたいな感じ。さっきメモしてもらったのどうしたっけ？ あっちに置いてあった。取って。メモ持ってこねえな。すいません、持ってくれ。はい、西香ちゃんです。はい、西川口のブログを書いております。はい、はい、ということでね、これ何？これに行けばいいの？そうです。241110.com、うん、西川口。西、そうそう。123。口。すごいね。うまいね。見えません？いや、使ってる人いましたよ。すごいな。うん。まあそんな感じで。最近のネタとしては何か面白かったネタとか。あ、ドテレンジャーは見に行きましたよ。ドテレンジャー見に行った。見に行ったんじゃなくて、あれは偵察ですね、我々から言う。あ、そこまで我々から言ったら偵察です。高い志で拍手もしてきて、うん、ちょっと満足して。ドテレンジャーと、はい、ドテレンジャー。そっかそっか、ドテレンジャー。アイアワラビ店、アイヤ西川口、あ、ワラビ中央店。あ、最近ワラビにハマってるんです。うーん、最近ワラビだ。さっきもある。この浮気野郎。すいません。なかなかね。じゃあ、トテレンジャーにあった。あとなんか、近々面白かった話とかないですか？近々面白かった話ですか？うん。考えとけばよかったですね。うん。私、何言ったかな？なんで、おつことないんですよ。はい。はい、今度、西川口がですね、駅。今日、俺が真ん中に行くから全然見えないけど。西川口駅開業60周年記念ということね。まあ、うちのお祭りもそれに合わせて、はい、全然合わせてませんけど、うちの並木の商店街もね、新井も張ってくれた万国旗もね、はい、ついて、それから並木ふれあい祭りってい こうなんていうの、旗もつけて、はい、結構にぎやかになってきましたね。すごいにぎやかでしたね。あれで人が来てにぎやかになれ、もっといいんだけど、まあ、そんな感じで。西川口ってなんか面白いとことかなんかあります？この辺で、
俺らが気づかないとか、うん、知らないじゃん、地元のくせにみたいな。石川口小ネタ、うん、川口ではなく川口で、まあ、川口でいいどっちでもいいです。そうか、なんかあったな。なんか隠してるみたいです。風の花、風の花もわらびですよ。わらびの話はしくじっちゃった。別にしちゃいけないわけじゃない。藤祭りもわらびなので、うん、ジリ岡田の町ジリ。あ、今度ね、面白いですよね、うん、今度うち取材来るそうです。ついに西川口に来てくれる、うん、そうそう、西川口には来るんですが、はい、一応向こうのオーダーとしては、あのうちの商店会長に言われたのが、変な店ありませんか。うちか。やべえな、うちか。うちかケバブ屋かなみたいな。ケバブ屋。大丈夫なんですか。ディズニーさんに会えますね。別に会いたくないけど。僕すごい好きですよ、うん、なんかかぶりそうでさ。話がすごい盛り上がるかもしれないじゃないですか、うん、すごい盛り上がって、結局最終的に使われたのが2人で飲んでるとこだったんですよ。それそっちの方が見たいですよね、どちらかというと、うん、でも P ばっかりの絶対放送使いを飲んでる。なんかそのブログで今度こんなことやりたいなとか、こんな情報あったらねとかっていうなんかありますか。頑張ってないんですよね。頑張ってません。じゃあうちの放送と同じですね。呼ばれちゃってすいません。いや、今回ジシカちゃんですね、あのテスさんが100回記念なんだけどどうって言って、うん、ね、心よく来ていただきました。ありがとうございます。100回100回って普通積み上がるもんだけどね、砂上の楼閣。まあ、いいか、崩れるってか、ほぼそもそも立てようと思ってない。なるほど、うん、まあ刻もう、刻んでいく、うん、刻んでいくんだ。9人のバッター全員バントみたいな。ルイには出ようと、ルイ出る決心はしてる、出る決心はしてるんですね、うん、ふるっとは当たんねえじゃん。だからもう全部刻んでいこうってカツッカツンみたいな。でもう敵のこうミスだけ。別に落ちりゃ敵いないけど、ね、敵いない。あ、そんな感じでね、今回で100回、今回で100回です、はい、ドア玉ブルーローズ、そうですね、はい、ね、一番最初はブルーローズ、セクシーとか、そうだね、サマンサとか、うん、ヨッシーとかが来ていただいて、はい、途中 で, 途中で、塩崎ひろのちゃんとか、あ、入りましたね、リエちゃんとかが来ていただいて、はい、うん、まあ、それ途中からまた羽鳥さんに変わって、うん、寿司の話したりしたいね、はい、俺の第一回寿司の話だもんね。そうですね、寿司と牛タンの話で30分喋ってる、盛り上がりますよね。もうなんか俺の脳みそのなんか嫌な神経の回想録みたいな感じになってるよね。これがはい、はい、今回ですね、水沼さんにいただきました100回記念、まずこっちは普通にどうや、ね、うちの店、はい、でこっちがこれ大丈夫か放送。朝日ビールさん大丈夫ですかね。まあいいか、はい、こんなふざけた感じですね、ふざけたことが得意な水沼さん、すごい、いい道場ですね、うん、ジャックで誰やねんって書いてある。誰やねんみたいな、ね、ジャック。そして哲さんがいただいたのは、はい、よいしょ、はい、マイクの前ごめんなさいね。哲さんがいただいたのはこちらです、はい、みんなの西川ですと、うん、哲って書いてます。あれ、うちら町づくり家具じゃなかったっけ。そうです。これ何ですか。哲さん、あ、そっか、哲さんのブログの話だ。で、裏っ側にもしゃれてこう、鉄ってこう、あ、いいですね、これ、ね、ワンポイント、これ、頂戴いたしました、ありがとうございます。まあ、今回100回ということでね、はい、いろんなゲストの方をお迎えいたしまして、はい、なんとかかんとか100回終わったと。次は1000回だなと。遠いな、おい、遠いすごい、言ってない。やばい、18年後、計算早いな。まあ、なんとかかんとか100回、まあ今後もどうなるか分かりませんけどね、曲はまだ流れてないよね、まだ流れてない、うん、じゃあそんな感じで、さっき言い忘れた一つ、再生会看護祭り5月14日もうすぐです、はい、水曜日ね、白内障についての講演を古谷先生がやっていただきます。場所は川口再生会病院です。ミニコンサートコーラスバンドなんか出たりします。それでそのちょっと前の
前の日だな、13日、うちらがやっている、それこそ再生会のボランティア活動などやっております、そちらも夜7時からやっておりますので、ぜひ来ていただきたいな、そんな感じでお送りいたしました、今日第100回記念の町川ラジオ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、いろいろゲストも来ていただきましてありがとうございます。劇団野心の皆さん、はい、映ってません、映ってません、ね、最初男ばっかりどうしようかなと後で来ていただきました西香ちゃん、ありがとうございます。西香ちゃんはキモいけど西香ちゃんは可愛い同じ名前すぎてちどっちが先だったんですよまあそんな感じでね、はい、そうです、そしてこの番組ですね、提供は川口元郷にあります三玉屋用品、ありがとうございます。で我々まちづくり川口が放送いたしました、本日出演いたします、出演、はい私もじゃもじゃ羽鳥劇団野心ゆっきーです、はい、劇団野心もね、はい、応援してきていただきました、はい、そしてテツさん、まだまだ来週も普通にやっていきます100回になったからって別に変わることはございます、はいはい、まあ、この番組ですね、出演者等々も随時募集しております、はい、ぜひこちらの方までね、メール、それかフェイスブック、俺のところタグってくれたり、鉄さんタグってくれたりすれば、まあ、なんとかなるかな、みたいな。そんな方いらっしゃいましたら、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。町川ラジオ、100回記念、ありがとうございました。またねー。